皆さんこんにちは、Dレジェンド富田です。 Bレジェンド上野です。 Bレジェンド上谷です。皆さん今日もぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。俺滑ったみたいになってる。今日はそうですね、トレーニング前に皆さんこう何飲んでんのかなっていうのを聞きたくて、ほうほう、ぜひその話していきたいと思ってます。はい、トレーニング前、はい、トレーニングの結構やっぱりサプリメントがすごく行きやすいというか生えやすいそのタイミングだったんですね。そうですね、トレーニングの前だったり、はい、途中だったり後だったり、そこでどんなことを皆さん考えて取ってるのかなっていうのかな、そうですね、ところですよね。で、ソメダさんは、僕がトレーニング前に飲んでるものとしてはスポリカ、うん、前から、前からですね。これを前から飲む意図としては、やっぱ糖質が入ってるんでエネルギー補給って意味を兼ねてこれを飲んでます。まあ、これにですけど、もう最初の段階で混ぜて作っちゃうんですよ、トレーニング前に。スポーツ&リカバリーと BCA を混ぜる。そうですね、これをまあ大体3切り4杯と、こちらを大体 10g ぐらいですね、うん、これをジャンボシェイカーに入れて作って、もトレーニング前に僕は飲んじゃいます。うん、トレーニングする前に一緒に HMB を、 HMB 前に僕は飲みます。これを 4.5g ですね、トレーニング前に飲んでます。うん、僕の摂取、そうですね、トレーニング前これぐらいですね。はい、じゃあ私もいいですか。はい、トレーニング前に掲げてるコンセプトで言いますと、まあ、トレーニングの強度を上げたいっていうところをすごく考えてます。うん、でそれで言うと、じゃあ MD を使います。MD をだいたい水 500ml くらいに溶かしてます。でプラスでちょっとうちには今ラインナップがないんですけど、カフェイン取ってます。トレーニングの強度を上げたいなと思って、ちょっとその辺の興奮作用というか、まあ、結構もう気持ちの問題になってくるので、まあ、あるからないから実際そのトレーニングに入ってその扱う重量が変わるかっていうことはないんですけど、ちょっとこう軽くこう興奮した気になってトレーニングに、入りたいなと思って、それは使ってます。で、付随して、まあ、BCAA とあとはグルタミンですね、ここも一緒に、ありがとうございます。混ぜて飲んでます。なんかその BCA グルタミンってトレーニング後でも取っていい取り方として推奨されるものではあると思うんですけど、まあ、トレーニング後にはプロテインが控えているので、それに対してタイミングをずらすという意味でトレーニング前に、取ってます。だから MD、BCAA、グルタミン、あとカフェイン、そういうのを、取ってますって感じですかね。トレーニング前ってみんないろいろなんか飲んでんだね。そうですね、クレアチン取ってる時はクレアチン飲むよ。だけどあんまりトレーニングする前はなんだろう、おはぎとブラックコーヒーとかかな。ああいいですね、っていうパターン。まあそれにクレアチンっていうのもあるけど、それぐらいかな。確かに MD を持ち歩かない時は私もコンビニでそういう和菓子系を、羊羹食べてみたり、どら焼き食べてみたり、あんパン食べてみたりって話してます。おはぎだよ。まあそうやって。今全部来たけど、はい、全部まあいいのは認めるけど、おはぎだよ。それで言うと私は羊羹をしたいですね。マジ？羊羹、はい。僕はみたらし団子がいいです。ああ、それはあるね。あれ？あれ？羊羹だったらあんパンかな。だ、まあ、分かります。僕もアンパン派ですね。おちょっとなんかこう長いものにこう分かれてる感じがありますね。羊羹と何つったっけ、羊羹、アンパン、どら焼きです。どら焼きか、どら焼きがまだその中だったら一番分かるかな。どら焼きは何がいいかって、どら焼きは大好きなんですよ。好きだからどら焼き、昔近所にこうドラえもんのこう刻印がされたどら焼きが売っててですね、ありましたよね。それが好きでしてね。まあ、そんなことはトレーニングには何の関係もないんですけど、そういうの、いやいやいや、そのやっぱ和菓子っていうのはカーボンは高いけどファットが少なくて比較的ピーも入ってるじゃないですか。そうです、ね、どら焼きなんかでも小豆とかだね、だからやっぱりこうタンパク質量もまあ比較的多くて、水化物が取れて脂質が少ないから非常にトレーニングにはいいおやつですよね。生ドラはちょっと微妙ですよ、生クリーム入ってるから、脂質入ってるから。美味しいです、ね、それは知らない。和菓子が、そう、MD 以外で言うと和菓子、コーヒー、ブラック、まあ、鍵谷さんのチョイス
じゃあトレーニング中、トレーニング中はサプリ取る派ですか取らない派ですかっていうところですよね。うん、あ俺取るよ。あ取りますよ。トレーニング中は飲んでる。あ、はい、そうなんですね。トレーニング中は何飲んでる？BCA、やっぱり BCA ウォーターのね。ジャンボシェイカーになみなみ入れて、大体 BCA を10から15グラムぐらい入れて、うん、で飲んでるかな。あそうなんですね。ちょっと薄いレモン水みたいな味になって美味しい。うん、染田さんは。僕もさっき言ったんですけど、あのもうトレーニング前に作っておいたやつをあの多めに作っておいて、うん、こまめに喉が渇いたタイミングで摂取するような、うん、トレーニング前から中にかけて飲む。そうですね、僕はもうそうですね、濃いめに作っておいて、でちょっと少なくなってきたらちょっと足すような感じでこまめに飲むようにしてます。そうなんです。上野さんはどうなんですか？私はトレーニング中はサプリは実は取ってなくてですね、あの水、ひたすらに水。もう水なんですか？水が好き。真水で、海水ではないです。水です。そんなやつ水。そうです。だいぶ疲れそうだよ。はい、でも水は正直ね、まあすぐ手に入るし、なんかちょっとこうトレーニング中になんか味のついたものが口に入るのがちょっと嫌かなっていうところがあって水を飲んでる。いつもあの蛇口の水で飲んでるよね。そうですね、あの水道の水を飲んでますね。これはちょっとお国柄。飲めるけどね。まあそうですね。全然正直その、まあ、今奈良で大阪に住んでるんですけど、蛇口ひねった水がまずいのかなと思ったんですけど、うん、そんなまずくもないし。あ、そう。大阪でも大丈夫？まあ全然、はい、大丈夫です。で、もともとなんか生まれが北海道です。北海道蛇口ひねった美味しい水出てきてます。そのそこの流れというか、そう、腹が減ったら蛇口をひねって水を飲めとあの言われてたので、親からお菓子なんか食わせて。言われた。水飲めって、はい、ほんまですよ。そこ疑いよう。そうです、水飲んで。あとちょっと付随して言うならば、あのトレーニング中最近私はガム噛んでます。さっきその味ついたものが嫌だとか言いながらガムは結構噛んでます。あのガムを噛むことによって集中力が上がればなっていう。咀嚼で。そうです、そうです、っていうところを。ちなみに何ガムなの？甘いのというよりもちょっとスースー系が。ミント系の。そうですね、好きですね。たまにね、こう腹筋とかしてるとね、なんかこういう腹筋のこういうマシンとかね、あーってやっとポッと落ちちゃう時がある。そこは拾ってこうちゃんとこう拭いてっていうことはちゃんとしてます。でパクって食べて、パクって3秒ルールでね、はい、3秒ルールあります。食べんじゃねえよ。日本にはね3秒ルールと1週間があるそうで。っていうのがまあトレーニング中です。染田さん、はい、鼻毛出てないですか？ちょっと動画流れてるんですか？やめてください。いやいや、ちょっと今鼻毛も動画も切らないよ。切らない、鼻毛切らない。鼻毛とね、目があったんですよ。目ついてないですよ。